これまずいやつやん。あんた目が見えた。目が見えた。了解です。ありますよ。いや、こっち来てない。カウボーイ、カウボーイだ。オッケー、俺もロボで解決しますわ。小屋行った、小屋行った。小屋、オッケー。入れたか隠れてもいいかもしれないですね、本当に。来ましたね、キョッポ。あ、オッケーオッケー。で、ロボが多分見つかります。うん、な、今ロボが見つかりました。了解。うん、やばい。どっか行っちゃうかな。どっか行った、どっか行った、どっか行った。大使が怖いかもしれない。とりあえず、入れてたわ、まずい。じゃあ、バッチよっかな。あ、でもまだ、まだ女神、ひょっこじですね。余裕出るかも。いや、今、あの、ロボ。うん、了解了解。はい。ナイスナイス。4。あー、これやられるかな。間に合うか。無理か。いやいや、もう、飾り伸びてる。もう、パチありで。はい。で、強固がまあまあ。追いますね、リスさん。追ってますね。うん、来てる来てる来てる。なんだ。はぁ、いや、おかしいだろ、今の当たんの。椅子から離れればね。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫。行こっかな。多分、オッケーオッケー。オッケーオッケー。無理か。ロボがしようかなと思ったんだけど、椅子から離れるか。ちょっと待ってください。ああ、ちょっと近いかな。ナイス。キョポジ行きましょう。オッケー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 。なぜ？了解。あ、でも変形しましたよ。うん。当たるよね。ナイスナイス。行きます。あ、いいよ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。ああ、なるほど、そう来るか。感謝だ。で、あの、小屋も、いや、小屋全然かな。ゆりさん、ちょっとここから分かれましょうか。ヨヘイと一緒に、小屋行ってきます。はい、オッケだいぶ強いポジション残してるんで、強ポジション小屋とか。オロボあれしますわ。ゲート前待機。でかいな。余兵行くんじゃない、じゃあ俺余兵のところ来てもらう。監視者に変えたんだ。あ、そうですね、鬼没から。ねえ。多分まあ、ここから全体やってる。さすがに守りに来る。俺、締めてないっすね。いや、傭兵ですね。かられてる。かられてる、多分。バシューン、やばい。おお、ナイス、うまい。間に合いそう。うまい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 。はい、そんなもんいいかな。はい。了解。オッケー、声開けてます。はい。時間入ろうかな。あ、そっちなんか超強い。あっちか。じゃあ行けるな。大丈夫。おいよー、ナイスーナイスー。よっしゃー、オッケー。まず一勝、あれに勝ったのでかいな。
間違えた。墓場とどこやろうかな、中央上やろうかな。でも多分来るんですよね、このルート。ミチコじゃないかな。違う、蜂だった、ごめんなさい。オッケーオッケーオッケー、すぐにいいや。はいはいはい、墓場と中央2回やります。で、墓場が近く、はい、だからなんとかなんか、うん、離れいいですか、使って離れは全然 OK。 ドラゴンはただちょっと離れっていいかな。焼きですね。うわあ、もう乗っ腹チェイスで伸ばそう。でもまあ回ってるんで。今回でまだ。73ですよ、ここ。はーい。もう石像。石像もうあれしないように。泥棒粘着するって言ってた。粘着？泥棒が？解読中止って言ってた。離れ。待ってる。で、電車もみちこもう向かってる。ぬれさの引き継ぎで終わり。どことどこ。おお、ロボいい子だな。中央と墓場。あ、引き継いでくれてますわ。オッケー。うん。じゃあ、でもなんか1、2、3。ああ、やってる。ちゃんとやってる。うん。これで全部。なおさんの近いですね。傭兵がもう退去して。あ、了解。締め手配で。まあダブル救助で。はーい。存在感。中央も結構いい感じやから、これゲート前退去もできる。多分4球狙うんじゃないかな。ミレイさん、ここでは。上げてどうせ終わんないよ。なるわ。ちょ待て、あるやばいハッチ、SG かミチコどっちか。はい、どうせ段差チェスでもう最低限伸ばしますわ。1回あー、そうなる、やばい、開きます、そこまずい。追われてない、追われてます。あーやばい、泥棒かな。あーやっぱあかんか。キャンセルします。いやでも多分どうだろう。どこか走ってた。これで泥棒は逃げるでしょ。お、ナイスです。いやでも持ってる。ああ、帰ってきましたよ。帰ってきた。いや、起こせろ。どこワープあります？いや、ない。二人離れましょうか。オッケー。はい。ハチミチコ。ハチミチコ、了解。ミサ、こっち。あ、待って、もう逆行っちゃった。待って。もう、二毛逃げて、もう逃げて。逃げて。あ、着きます。ああ、ナイス。おお、でかいで。これ最後駆け引き、うん、あ、了解。はい、ドロボーすごいな、めちゃくちゃ。あ、来ます？うん、ドロボー巻いて、もう3秒で出ます。はい、OK。
それいいとこ。おりゃー、うまい。泣いて泣いて。やった、絶対やってくると思った。